平野の仕様のインスタグラム投稿が示すキシユータとの合流に合わせにファン興奮キングプリンス再集結の可能性はジャニーズ事務所を退場することが確定しているキシユータの未来についてファンたちの興味が高まっています。特に元キングプリンスへのメンバーで飛べ所属の平野仕様のインスタグラム投稿が シユうとの再会の可能性を匂わせるかのような反応を引き起こしました。平野の投稿には三日月のタトゥーが描かれており、その意味合いやメンバーカラーの共鳴からファンの間で再集結の期待が高まっているようです。この記事では平野仕用の投稿に込められた意味やファンの考察を探りながら、キングプリンス再結成の可能性を探ってみたいと思います。 平野紫仕様のインスタグラム投稿が SNS 上で大きな反響を呼んでいます。その投稿には自作の絵が公開されており背景にはシンク、スターコイズブルー、紫が使われていました。特に注目を集めたのは彼の右肩に描かれた三日月のタトゥーです。このタトゥーにはファンの間で再生という意味合いがあると言われており これが最終決の可能性を匂わせていると考える人々も少なくありません。もともとキングプリンスを平野紫耀がシンクのメンバーカラーを持ち、神宮寺勇太がダーコーイズブルーでした。そして、岸ゆうのメンバーカラーは紫であることがわかっています。岸ゆうの退場が決定している中で、 平野が三日月のタトゥーと共に紫の背景を投稿したことがファンたちに再集結の可能性を連想させるきっかけとなっています。SNS 上ではこの投稿に対して多くのファンが反応しています。コメント欄には平野さん、宮司さん、岸くんから岸くん合流の匂わせじゃんもしこれが3人のことで察していいのならポポポクミサ集結。 など、最終決の期待を寄せる声が多く見られます。特に三日月のタトゥーに対しては、再生を象徴しているという指摘があり、ファンたちの期待が高まっていることが伺えます。また、平野耀自身が夏っぽいものを描きたいなと思って、なんか人魚思いついたから描いてた、と投稿していたことも、ファンの間で話題となっています。 人魚というモチーフに何かしらの意味が込められているのかもしれません。キングプリンスをデビュー当初から人気を博し、ファンたちにとっては特別な存在でした。その後、シユータの退場により、グループの未来に対する不安も広がっていましたが、平野市用の投稿は再結成の可能性を信じるファンたちにとっては希望の光となったようです。 平野の仕様のインスタグラム投稿が、岸優太との再集結の匂わせとして、ファンたちの間で話題となっています。三日月のタトゥーや岸優太の紫のメンバーカラーに対する意味合いから、ファンは再結成の可能性を強く期待しています。キングプリンスへの再集結が実現すれば、多くのファンにとって夢のような瞬間となることでしょう。 しかしながら、具体的な計画や確定情報は現段階ではないため、ファンたちは今後の動向を注視していく必要があります。岸優太と平野紫耀がそれぞれ新たな道を歩む中で、彼らの未来に対する応援と期待は変わることなく続いていくことでしょう。